川瀬直美、近況をお話しします。川瀬は東京、おりん、記録映画の監督の座をゲットしました。珍蔵、政権はすり寄れば利権が得られるということで、せっせ、せっせ、せっせ、とすり寄りました。昭恵はふらふら出歩いているってことで近づきました。この写真は女を腹の底から見下す森喜朗を契約を取った時のものです。NHK で映画の PR 番組流したんですが、捏造がバレました。NHK がちゃんとごまかすと思ったんですが、ダダ漏れになりました。どうにか人の噂が収まったんですが、文春が川瀬の暴行事件を報じました。はじめは蹴ったんですが、今度は顔を連打続けたこともバレました。川瀬直美はグズグズしない女です。これからはキックボクシングで生きていきます。川瀬直美はグズグズしない女です。ジムの仲間です。暴行しても OK です。あたいの得意技は回し蹴りです。それと安倍政権は許しません。NHK 提灯放送許しません。